でもあのヒョプさんの本当にあのストレートな表現といいますか、二川さんどうご覧になりました？あの本当に台本で読ませていただいた以上のときめきを現場でもたくさんやってくださるので、これはきっと視聴者の方々があの同じところでもううわーってなるんじゃないかなと思っております。はい、江藤さんもね、うわーってなってたでしょ。もう私こんな恋愛ドラマを待っていたというぐらいもう感動していて本当にあの大きなゴールデンレトリバーのようにあの可愛らしくてまっすぐでヒョプさんがね癒されますよね。本当に目が優しいね。優しい、スマイルも可愛い。そのヒョプさんなんですけども、高身長で笑顔も可愛らしくて、韓国では次世代を担う韓国のライジングスターとも呼ばれているということなんですね。